表だなセスナーもこっち側を打ち込むと稼ぎられするかなっていうのと、まあ、演出的にこのでっかいのを抜く大丈夫かっていうような話もあるので、まあ、その辺は演出さんと相談かなと思いますが、ひとまずどうなるかわかんないけどこっち側のセスナーもしてみたりとか、ちょっと追い出しにも切ってあるじゃん、ね、稼ぎでダメですね、はい、はい、じゃあ稼ぎでダメです、はい、この形で一つ次はそれが、次はそれぞれ切っていこうと思います。まあ、でっかいところがちゃんと抜かないので、出すところがで、まず手指を切っていただくときに、あの各手指の真ん中で前に立ってもらって、上邪魔かな、まあ、この辺とかついちゃうようなというような形で見てきます。で、あとはまあ、これに対してこういうのもでかいなっていうような形で入れて、まあ、どれが邪魔してるかなっていうのを決めながら、去年来たとか、あれかもしれないですけど、いろんな候補生を残していただいたので、これはたくさん変段にあるので、まあ、少し抜いてっても整理してってもらってもいいかなと思いますので、払ったところがで、あの、まあ、こういう風に進んでってくれたり、この辺よく枝出てるんでどうしようかなって思うところあるんですけど、それに、まあ、久しぶりに人前で切るので、あの、あれがなかなか上がっていかないんですけど、まあいいやということでいこうと思います。で、まあ、かぶってるところ、先ほど話をするのをちょっと途中であれしちゃったんですけど、まず作業ができるっていうことと、どの枝にも薬剤が通る、あとは光が通るっていうのを基本にやっていこうと思います。そうすると、まあ、この辺なんかも引きはあるかもしれません。低いところは一つずつ、いや、あんまり元に近いところで枝作ってもあれなんで、なるべく外に逃げるような形で、後ろでも大丈夫、後ろでも大丈夫、はい、これ持っていいですか、すいません。あ、ちょっと少し切れたところで、頭骨も切ってますけど、この年も軽くだと、これに対して対応かなということであります。